どうも、最近胃袋がちっちゃくなってきたセイラでございます。多分いい傾向かなというふうに思ってるんですけど、なんか胃袋がちっちゃくなったら前々食べれた分のご飯の量が食べれないっていうね、なんかちょっと年取ったのかなみたいな、なんかそんなショックを受けたりもするんですけども、まあ前向きに捉えながら、今回も動画を撮っていこうかなっていうふうに思います。今回はですね、一緒にいると疲れる人の特徴ということでですね、話していこうと思うんですよ。まあ人が離れる悪習慣ですねっていうのは何なのかっていうことを、話していこうと思うんですよね。でまず、まあ、大事なのが、一緒にいて疲れるっていうのはエネルギーを消費することなんだっていうことで、まあ一緒にいたら疲れるなって思われてしまう人になってしまうと、やっぱり人間関係って悪化していくわけですけど、この一緒にいて疲れるなこの人って思われる人っていうのは何をしているのかっていうと、エネルギーを消費してしまってるっていうことなんですね。これは一緒にいる人のエネルギーを消費してしまっているということです。で、エネルギーを消費してしまってる人がやってしまっている3つの悪習慣っていうものがあるので、今回そちらを紹介していこうかなというふうに思うんですけども、その3つというのが、この循環させない、機嫌が山の天気、発散するっていう3つなんですね。一つずつどういうことなのかっていうと、まず循環させないっていうのはどういうことなのかっていうと、例えば何かを教えてもらったとするじゃないですか。人から何かを教えてもらったってした時に、それを実際に実行しなかったりってとか、実行してもそれを伝えなかったりとかね、教えてくれた人に伝えなかったりとかっていう風に循環させないっていうことをしていると、どうなるのかっていうと、例えば教えてもらう立場だったら、相手がこいつに教えたいなって思うことがなくなっていくわけなんですよ。で逆に言うと、何かを教わりたいと思っている時っていうのは、その人に対して何かを聞いたら、その人に対して、まあもちろんお礼は言うし、お礼とともに実際に実践するし、で実践してこういう結果が出ましたよっていうことを報告するしっていう風な感じで、どんどんこう循環させていくっていうことをするんですね。これは何でも同じです。例えば何かを奢ってもらったとしたら、次は何かを、じゃあ、違うサービスで返したりだとか、何かこう、どっか行った時にお土産買ってきたりだとかっていう風に、こう、循環させるっていうのがすごい大事なんですよ。もらいっぱなしにしないっていうこと。これがすごい大事で、本当にこの循環っていうものを起こせない人って、一緒にいると疲れちゃうんですよ。エネルギーが送っても送っても帰ってこないから。だからなんか話とかしてる時もそうだと思うんですけど、この人と話したら全然面白くないなとか、つまらないな、なんか疲れるなって思う人っているじゃないですか。でそういう人って話が循環してないんですよ。相手が何かこう話をしてもすぐに終わらせちゃったりだとか、スーンってなんか感じでね、なんか静まり返ってしまったりとかってしたら、やっぱこう話し始める方っていうのは気使うじゃないですか。で気使ってエネルギー消費していってしんどくなってしまったりするわけですね。なのでとにかく循環させるっていうことすごい大事なんですよ。相手に聞かせるだけじゃなくて、自分も質問するとかね、そういう風にちゃんと循環しよう、与えてあげようっていうのを循環を考えていないと、相手に疲れさせてしまうということなんですね。で、二つ目が、機嫌が山の天気ということですね。機嫌が山の天気。これはもう普通に、機嫌が山の天気の人ってしんどいなっていう自覚あると思うんですよね。自分が人と話してたりとか、例えば上司ね、職場に上司がいて、その上司がいつもムスーっとしてて、で、なんかこう、笑顔な時もあるんだけど、あれ、あの上司今日はどうかなとかって顔色を伺わなきゃいけないみたいな。で、この顔色を伺わなきゃいけない時点でめちゃくちゃエネルギー消費させるんですよ、相手に。なので、この機嫌が山の天気っていうね、この変わりやすいってことですけど、変わりやすいっていうのはやめた方がいいですよね。うん、やっぱ自分の機嫌ぐらい自分で取らなきゃいけないんですよ。でそういう風にちゃんと自分自身と向き合っていないと、自分の機嫌っていうものが表に出てしまって、それが相手に対してね、周りに対してエネルギーを消費させるっていうことになっていくので、どんどん人が離れていっちゃうんですね。なので、やっぱ機嫌っていうものは常に安定した人でいる方がいいということなので、しっかりと自分と向き合っていく、自分の弱さと向き合っていくっていうことが大事になってきます。まあそういった部分はね、僕もいろんな動画で話してると思うので、感情コントロールとかね、そういった部分は話してると思うので、まあぜひね、そちらを参考にしてみていただけたらなと思います。で、三つ目が、発散するっていうことですね。発散する。これはどういうことなのかっていうと、例えば話をしているときに自分の話ばっかりする人とか、自分がなんか最近感じた愚痴とかをブワーって言う人とかっているじゃないですか。こういうのって発散してるんですよ。相手の話を聞こうと全くしないんですね。相手の話を聞くんじゃなくて、自分がこういった辛いことあったから全部聞いてくれみたいな感じで発散したがるんですよ。でこういう風に別に相手に対してデリバリーも何もない話とかっていうのをしてしまうと発散になっちゃうんですね。相手何も嬉しくないじゃないですか。でこういう風に発散してしまうと、この人と話しててもつまんないなとか、
なんかこの人と話しても私が話せる機会がないなってなっちゃって循環が起きないから楽しくなくなっちゃうんですね。なので基本的にどちらか一方が完全に溜まってしまったりとか、どちらか一方だけがめちゃくちゃ喋るようになってしまうと、あの循環って起こらないんですよね。なので、しっかりと循環させるっていうイメージっていうのを持っておかないと、人間関係、コミュニケーションっていうのはうまくいかなくなってしまうということなんですね。なので、とにかく自分がもらおうってするとか、自分がこうしてもらおうとかってするとか、自分の機嫌に沿ってとかじゃなくて、しっかりとコミュニケーションっていうのは相手と行うものなんだと、目の前の一人と行うものなんだっていうことをしっかりと覚えておいてほしいっていうことですね。で、逆に今一緒にいて疲れるとの話をしたんですけども、一緒にいて楽しい人っていうのは、まあ今言った三つっていうのの逆側をできている人ですよね。逆側をできている人。だから循環させられる人であり、機嫌が常に安定している人であり、そして発散ではなくて、まあこれも循環ですね。循環させられる人っていうことですよね。で、こういうふうにとにかく一緒にいたら循環が起こる人っていうのは、もっと一緒にいたい、もっと一緒にいたいって思うものなんですよ。で、この循環が起こってるからなんだって円滑に回るんです。経済だって循環でできてるんですよ。売る人もいれば、売る人は買います。買う人にもなりますよね。商品を売る人はどこかで商品を買っているじゃないですか。で、こういうふうに循環が起こってるから経済って回るんですよ。で、この経済の回りが悪くなった状態を不況っていうわけですけども、で、不況になってくると経済が縮小していくわけですよね。で、こういうふうに循環が起こるからそれで膨れ上がっていくっていうことなんですよ。だから人間関係においてもしっかりと循環っていうものを意識していかないと、自分が好かれたい、自分が認められたいでは循環が起こらないから、その経っていうのはちっちゃくなっちゃうんですよ。自分たちの循環の輪っていうのがちっちゃくなっていっちゃうんですね。だからもっともっと循環を起こそうとする。この循環を起こす中で新たな価値が生まれていったりだとか、新たな関係性が生まれていったりとかって大きくなっていくんですよ、その関係っていうのは。だからとにかく循環を意識するっていうこと、特に意識してほしいなというふうに思います。なのでまずは僕常に言ってるのが、自分から与えていこうよってことですね。自分からどんどん与えてっていうふうに、とにかく自分ができることからしていく、自分が目の前とどうにかして笑顔にできる方法から探していく、そういうふうに循環を起こそうと、自分から循環を起こしてやろうっていう風にしていくと、どんどん人間関係っていうのは良くなっていくし、エネルギーを与えてくれてる人と一緒にいて疲れると思うことはまずないので、なのでしっかりと、相手の話を聞くとかね、そんな簡単なことでもいいから相手に与えることから意識していくっていうことをぜひやってみてもらえたらなという風に思います。で、僕自身もね、そういうことを常にまあ意識してて、本当にこう自分の仕事とかがうまくいかない時とかね、そういった時って なんかやっぱり自分が利益を得たいわけですよ。自分がお金ない、もう早くこの貧乏生活から出したいみたいな感じで、なんとか方法ないかなって思ってて、でも思ってる時ってやっぱり自分がお金もらおう、自分が利益もらおうって思ってしまってるから、どうしても循環が起きないんですよね。循環が起きないからうまくいかないんですよ。で、僕はある日から、よし、もう自分全然余裕ないけど、とにかくいろんな人のことを手伝ったりとか、いろんな人のことを応援しようっていう風に切り替えたんですよ。もう切り替えるしかなかったんですよ。それ以外の方法、いろんなものを試したけどうまくいかなかったから。だからいろんな人のことを応援したりとかってしてたら、どうなったのかっていうと、いろんな人が応援してくれるようになったんですよ。逆にね。いろんな人が応援してくれたりとか、こここうした方がいいよってアドバイスしてくれたりとか、なんか手伝ってくれたりとか、コラボしてくれたりとか、なんかいろんなことをしてくれて、なんかちょっとずつ勢いがついていったわけですね。すると、いつの間にか自分の、まあ仕事っていうのも、軌道に乗ってうまくいくようになったし、で、その中でいろんなね、こう仲間の人とかがすごい集まってきてくれたりだとか、いろんな人が僕を慕ってくれたりとかってするようになって、で、なんかこう人間関係もどんどん良くなっていったっていうことだったんですね。で、それで僕が一言で何を言ってたのかって言ったら、循環を起こしてたってだけなんですよね。自分がとにかく循環を起こしに行ったっていうだけなんですよ。何か特別なことをしたっていうことではないんですね。だからこの循環を起こすことによって、ちょっとずつその、輪っていうのは、関係性の輪っていうのは大きくなっていくから、なのでこの循環っていうものをとにかく起こしていくっていうことね、みんなで意識していけたらなというふうに思っております。ということでですね、まあ、こんな感じで、日々のね、何か一つの選択を変えていこうよっていうことを、どんどん普段から発信していってるわけなんですけども、まあ、よりね、深く、こう、人間関係とか、まあ仕事面とかね、ビジネス面とか、そういう風にね、人に価値を届けていく人ですね、価値を届けるスペシャリストになっていけるような人をね、どんどん作っていこうっていう感じで、みんなで学んでいってるのが、僕、バラマキっていうコミュニティになってて、そのバラマキのコミュニティでは、まあね、今言ったような人から応援されたとか、可愛がられたりだとかね、慕われたりだとか、人が自然と集まってくるような人の、取っているコミュニケーションの方法でどういったものなのっていうことを解説している、アブノーマル人たらし術っていうですね、プレゼントを配らさせていただいてもいますので、よかったらね、そちらも概要欄からね、バラマキ参加して受け取ってみてもらえたらなというふうに思います。で、まあ、こんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。